4連勝を狙う今日の試合はグリフィン選手とサイスニード選手の投げ合いになります。昨日のデッドボールの影響が心配された浅野選手は今日も元気にスタメンに名を連ねています。大城選手は4試合連続でスタメンを外れ、投手以外は昨日と同じスタメンになっています。ブルペンは赤星選手がベンチ外となり、8名体制で挑みます。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録・高評価もお願いいたします。1回表の攻撃はわずか7球で三者凡退に終わります。1回裏のグリフィン選手もオスナ選手から三振を奪うなど三者凡退で立ち上がります。2回表の攻撃は先頭の岡本選手が相手のエラーで塁に出ますが、後続が打ち取られ得点にはつながりません。2回裏のグリフィン選手は先頭の村上選手から三振を奪い、サンタナ選手にはヒットを打たれますが、山田選手からも三振を奪ってツーアウトを取ります。続く増田選手も打ち取りますが、味方のエラーがあり1、2塁のピンチになります。松本選手も打ち取った打球が不運な内野安打で満塁となり、サイスニード選手に対してもフルカウントになりますが、最後は三振を奪いなんとか無失点でしのぎます。3回表の攻撃、先頭の門脇選手がヒットで出塁すると、グリフィン選手が送りバントを決めてチャンスを作ります。ツーアウトになりますが、浅野選手がレフトスタンドへ第3号のホームランを放ち、ジャイアンツが2点を先制します。前の回に満塁のピンチをしのいだ後に先制するというジャイアンツにとって良い流れとなります。3回裏のグリフィン選手はツーアウトから長岡選手にヒットを打たれると、バッテリーミスでランナーが2塁に進みピンチとなりますが、村上選手を打ち取って無失点でしのぎます。4回表の攻撃は先頭の岡本選手がヒットで出塁し、ツーアウト2塁の形を作りますが得点できません。4回裏のグリフィン選手はサンタナ選手から三振を奪ってワンアウトを取りますが、山田選手にストレートのフォアボールを与えると、増田選手に左中間を破るタイムリーツーベースヒットを打たれ、1点を返されてしまいます。ツーアウトになりますが、サイスニード選手には前進守備のレフトの頭を越されるツーベースヒットを打たれ、2本のタイムリーでこの回同点に追いつかれてしまいます。5回表の攻撃はツーアウトから丸選手がフォアボールで出塁しますが、得点にはつながりません。5回裏のグリフィン選手は相手の2番からの好打順でしたが、村上選手から三振を奪うなど三者凡退に抑えます。グリフィン選手はここまで5イニングを投げて95球5安打を打たれ2失点ですが、8つの三振を奪う力投を見せます。6回表の攻撃、ワンアウトから岡本選手と坂本選手の連打でチャンスを作ると、続く吉川選手の打席でバッテリーミスがあり、2、3塁とチャンス広げます。ここで吉川選手はセンター深いところへフライを打ち上げ、勝ち越し点を挙げます。6回裏のグリフィン選手はテンポよくアウト3つを取り、勝ち越してもらった直後のイニングを三者凡退で抑えます。グリフィン選手はこの回で降板となり、6イニングを投げて103球、5安打2失点、8つの三振を奪って与えたフォアボールは1つと、クオリティスタートを達成する好投で、勝ち投手の権利を持って中継ぎに託します。7回表は木澤選手が登板し、丸選手がヒットを放ちますが、3つの三振を奪われ得点できません。7回裏はケラー選手が登板し、しっかり三者凡退で抑えます。8回は石山選手が登板し、先頭のモンテス選手がヒットで出塁すると、岡本選手がこの日猛打賞となるツーベースヒットでつないで2、3塁のチャンスを作ります。ワンアウトになり、吉川選手が申告敬遠で歩いて満塁とすると、岸田選手がセカンドへ鋭い打球を放ちますが、相手セカンドの山田選手のファインプレーに阻まれ、併殺となってこの大きなチャンスで追加点を奪えません。8回裏はバルドナード選手が登板し、ワンアウトから長岡選手にヒットを打たれますが、村上選手から三振を奪ってツーアウトを取ります。
サンタナ選手を迎える場面で船場様選手が登板しますが、ヒットを打たれて送球の間にランナーも進み、2、3塁のピンチとなります。ここで山田選手をセンターフライに打ち取り、なんとかリードを保って9回に入ります。9回表の攻撃は、代打起用された伊豆口選手がフォアボールを選びますが、追加点は奪えません。9回裏は大勢選手が登板し、三者凡退で試合を締め、これでジャイアンツは4連勝、今シーズン最多の貯金13となりました。今日は接戦になりましたが、中継ぎ投手が踏ん張ってよく逃げ切ってくれました。欲を言えばもう少し得点してほしかったですが、とりあえず勝てたので良かったです。ただ大城選手は今日も出場がなく、これで4試合連続での欠場となり、コンディション不良なのか気になるところです。明日のジャイアンツの予告先発は、約4ヶ月ぶりの1軍登板になるメンデス選手です。今シーズンは開幕ローテで5戦目に先発しましたが、4回4失点でノックアウトされ、そこから2軍でローテを回っていました。2軍では19試合に登板し、防御率は 3.71、前回登板で5回無失点と好投し、ようやく1軍での登板機会が与えられました。制球を乱す登板も多いですが、直近の5登板では4試合でフォアボールが1つ以下と、徐々に安定はしてきています。ヤクルト戦には昨シーズン2試合登板し、神宮では4回4失点という結果でしたが、4月から2軍の屋外球場で酷暑の中でも投げ続けているので、球場による影響はそこまで多くはないと思います。打者別の通算成績では、対戦は多くはないですが、サンタナ選手にホームランを打たれています。明日は台風の影響で試合ができるか分かりませんが、メンデス選手の久しぶりの登板は楽しみです。対するヤクルトの予告先発はヤフーレ選手です。今シーズンはここまで19試合に登板し、防御率は 3.52 となっています。前回登板の阪神戦では7回途中までを1失点に抑えて、久しぶりにクオリティスタートを達成しています。右打者と左打者では対戦成績が大きく差が出ており、左打者を苦手にしています。ジャイアンツ戦は今シーズン4度目の登板となり、最初の2回の対戦では4月の完封を含め抑えられていましたが、6月の3度目の対戦では3回4得点でノックアウトしています。打者別の対戦成績を見ると、吉川選手がホームラン含め3安打を放っています。そこまで難しい相手でもなく、台風の影響でコールドも考えられるので、序盤から得点していきたいです。今日のイースタンリーグはオイシックスと対戦し、7対1で勝利しています。先発登板した横川選手は6回を投げて2安打1失点、自責点は0という好投でした。これで4試合連続で2失点以下と、昨日の堀田選手とともに好投が続いており、シーズン最終盤での1軍昇格に期待です。2番手以降は菊池、鈴木康平、畑の3選手がそれぞれ1イニングを無失点に抑えています。打者では中山選手が今日もマルチ安打の活躍で、6月以降の打率が3割6分1厘と2軍では打ちまくっています。ティマ選手もマルチ安打、北選手は猛打賞の活躍を見せています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。